何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。なあこのチメク、てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。
けて食われてしまう。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え、黒い剣士をあぶり出すんだ。それじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの？俺はただ奴を見つけ出し殺す、他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴はザコさ。自分の命さえ自由にできないなら死ぬのがいいんだよ。ありがとうございます。見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。ありがとうございます。人をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
様か。我ら首都をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。Thank you.
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。ガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの？何も考えずに殺し尽くせばいい。
死にたくない。やるじゃん。絶対に許さない。暇はないよ。また烙印に引かれてきやがったか。こいつは生きてる奴の戦いなんだよ。吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろっか。目障りだ、消えろ。ガッツ。
最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。カツ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ？邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの？やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ？だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ、この痛み、近くにやつらの仲間が。町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。昔はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。切
ちろ。黒い剣士を捕まえるんだ。あんたに捕まってもらっちゃ殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。伯爵の城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。な、何者だ。ここは通さんぞ。
通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。黒い剣士、どれほどのものか。なんだ、床から出てきた。待ってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を削ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。貴様の腕はよくわかった。どうやらわしも少しは本気にならねばならんようだな。見事なものだ。力、技共に極限まで鍛え抜かれている。貴様を打ち破れる者などそうはおるまい。人間にはな、人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。いや、
だ。ガッツ、何か落ちてる。ベヘリット、この世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいパック、鱗粉よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。